タフリナモクタフリーネイルズは、シノウキンモンタフリナキンアモンに所属する分類群であり、この名単独でタフリナコをたっぷりミシッツを構成する。ここに含まれるものはいずれも、皮脂植物の寄生菌である。この目に含まれるのは、タフリナカとプロトミケスカの二つである。120種ほどを含み、それらはいずれも、皮脂植物に寄生する。これらは葉、または茎に寄生し、 その部分に、竜や、飛行や、天狗草病などの変形を生じる。タフリ中には重要な栽培植物に被害を与えるものが多くあり、研究が進んでいる。対して、プロトミキス化のものには重要な栽培種を攻撃するものがおらず、また、宿主の範囲が限定されている。いずれも菌視体を形成するが、古実体は作らず、死脳は宿主表面などに作られる。 また胞子が出芽によって増殖する、公母的なステージがある。タフリナは、宿主植物の組織内や口倉の下に菌子を伸ばし、時に一部が表皮細胞に侵入する。菌子には、核壁がある。菌子は、宿主組織に入り込むが、死脳はその表面で、口倉の下に層をなして形成され、後に、口倉が破れて露出する。宿主内の菌糸体は二覚性であり、 先端の硬膜細胞内で核融合が生じ、それによってできた複層核は1回の体細胞分裂の後、減数分裂を行い、それぞれが死脳胞子になる。死脳内部で死脳胞子は出芽によって増殖し、死脳から出た後も出芽を繰り返し、不正生活する酵母となる。この後、体細胞分裂や細胞間の融合によって二核状態が形成され、それから、 宿主組織への侵入が起きるとされる。プロトミケスの場合、単層単核の死脳胞子は出荷して増殖する、不正の工房の段階となり、菌死体は宿主の上でだけ見られる。副総核を含む細胞は宿主内の細胞間に菌死を伸ばし、そこで多核体菌死を形成する。核壁は所々に形成されるが、その区画内は多核である。この区画が二重膜となり、 その内膜が外膜を破って、円筒形の細胞となる。これが死脳となり、その内部の多数の複層核がそれぞれに、減数分裂を行って、死脳方式となる。20世紀終盤までの死脳菌の分類体系では、死脳菌類は、個実体の構造で分類され、個実体を形成しないものは、半死脳菌類としてまとめられた。タフリナメのものは、 当然、ここに含まれ、同時に、ノの近系の公母類もここに含めた。例えば、ウェブスター、椿ほかでは、半ノの近郊の下にエンドミケス目、タフリナ目、プロトミケス目を認め、後者二目はそれぞれに、タフリナか、プロトミケスかからなる、一重型の目であった。しかし、杉山らの研究によって、これらは、分裂公母スキズウサカアミシス等と共にそれ以外の、 死亡菌すべてに対して姉妹群を成し、その分岐が死亡菌の分子の最も基部に近いところにあることが示された。これによって彼は個性死亡菌という群を提唱し、そこでこの2科を一つの目にまとめた。ヒビットへ通るではこの名を認めず、しかし内容はほぼ同じでたふりな菌モンを立てた。現在ではこの2科がごく禁煙であることは分子系統の検討でも、 明らかに示されている。以下の2科がある。これら4属に約20種が含まれる。プロトミケスでは鬼タビラコに寄生して不死を形成させる。P の A が普通に見られ、他に数種知られている。なお、かつてここにミクシアミカシアを所属させていたが、これは短子菌であることが判明し、現在ではミクシアズナに移された。以下、主たる部分は、 アレクザパリスイアルプ260から265ウェブスター椿バキホ P276 杉山へ通るアレクザパリスへ通る P261 宇田川椿バキホ P328 から329ありがとうございます